私は多くのコーチたちが生徒にコンチネンタルグリップで握らせてリターンを教えているのをよく見かけます。なぜなら彼らはボールがフォアに入ったら握り替えることができると信じているので生徒にはコンチネンタルグリップを教えているのです。でもこれをやってはいけません。もし左目が利き目で右利きであるのであればフォアハンドグリップが持ちやすいでしょう。また右目が利き目で右利きであればバックハンドグリップを握ります。生徒には コンチネンタルグリップでリターンをさせないように心がけましょう。